のりせん。こんにちは、ポロリです。こんにちは、ララです。さあ、新番組のりせんが始まります、はい、この番組はどんな番組ですか？2人で乗り打ちをしてがっつり勝っていこうっていう番組です。はい、なんですけど、乗り打ちにいろんな形があると思います、はい、この番組で守っていくお約束は、はい、投資1万円ごとの報告をする、はい、自分の打っている台は自分で責任を持って打ち切る、はい、そしてその他各収録店舗のルールに従う。そうですね、普通の番組と違うのはあれですかね、2人で一緒に連動して動くことのメリットみたいなものを ね見せていきたいかなっていった形なんですが、はい、この番組はなんかララちゃんがこうやりたいことがあって、そのためにこうコインを稼ごうっていうことになってるんですよね。はい、私は、このライターの仕事をやって、今一番の夢が地方に行きたいんです。地方に行きたい、地方でお仕事に飛んでみたいなと思うので、飛んでみたいな、はい、ぜひその資金にできたらいいなと、できたらいいなと思って頑張って買っていきたいと、はいはい、ちなみにね、のりせんの番組の中では通貨単位がポロリです。はい、はい、1ポロリ1ポロリ2ポロリみたいな感じなんで、10ポロリそうですね、はい、でのりせんでそのララちゃんの夢を叶えるためには20万ポロリが必要です。20万ポロリ2人で行けばなんとか、まあ、なんとかなるんじゃないのかなって、はい、まあ2人で連動して動けるっていうね、メリットも生かせばやれるんじゃないのかなというところなんですけどね、はい、これを目指して2人で頑張っていきたいと思います。はい、はい、で記念すべきね、初回のホールなんですけど、プラザゼックスさん、はい、千葉県木更津市にありますね、こちらにお邪魔します。今日はなんか強いイベントやるらしいね。そうですね、実は必勝本と連動しているサイクロンというイベントがありまして、かなり激アツなイベントで、今日もう並びだけでも100人超えていた感じでした、ね、まあ、その中で、はい、まあ、並びの順番だったんですけど、僕がですね48番 で私が47番を取ってね、この番号で入場して台の方を選んでいきたいと思っております。はい、で乗り打ちなんでね、2人でこう台をなんていうか吟味して、でシングルでどの台がいいっていうんじゃなくて、2人であくまでもね、はい、考えていこうと思ってるんですけど、ララちゃんはどのあたりの台を考えてますか？私は今日多分3枚狙ってくると思うんですよ、お店が。はい、あのサイクロンっていうのはあれなんだよね、順位が出るのかな。そうなんです、出玉の順位が出るので、はい、まあ、出るに越したことがないイベントなんですけど、はい、もう結構119%しか考えてないので、はい、まあ、大好きなバイオハザードか銀河英雄伝かうるせえやつら2、はい、実はバイオハザード3台しかないんですけど、うん、そこを2人で攻めたらかなり熱いことになると思うんですよ。熱いかなっていうのをさっきちょっと相談してたんで、はい、乗り打ちの基本戦術みたいなところにこう、はい、同じ機種を攻める場合と、君はこの機種担当、僕はこの機種担当みたいな分けることがあると思うんですけど、はい、まあ、今回に関しては同じ機種に行きたいですね。行きたい、はい、で台数が少ないところを攻めるっていう形に今回はなりそうですね、ですね、はい、で頑張って20万ポロリを達成できるようにね。楽勝です。はい、2人で実践の方頑張っていきましょう。はい、目指せ20万ポロリ。乗り切れ。撮影に協力していただいたプラザゼックスは千葉県木更津市常在 1-24 大型駐車場完備の当店はスロット340台のスロット専門店。当店のおすすめイベント8のつく日開催ゼックス祭、毎週金曜日開催黄金伝説をはじめ、連日地区最強イベントを開催しています。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。いよいよお店が開店だ。20万ポロリ目指して、ポロリさん、ナラちゃん頑張れ。お目当てのバイオは取れるかな。お、まだまだ空いてるね、ラッキー。いや、どっちのが筋が良さそう。銀河の隣もいいけどな。いやでも銀河の角から入ってきたりとかだったら、こっちの方がいい。いいよね、私はここでいいですよ。3分の2なんだから外せないね。2人でバイオ行きたいと思います。まさかの2人バイオになりましたね、これは。さあ、乗り打ちのメリットを生かせるのかどうか。そう、2人で3台の中の2台、2人とも計画通りの台に座れてよかったね。さあ、ララちゃん、
乗り打ちをする時のバイオハザードのお約束を決めていきたいんだけど、はい、データは何を取ろうか。バイオのデータは、はい、まず通常時のベル、はい、あとは ART 中のハズレ、ハズレ、あとは、ART、ART、AT 中両方のゲーム数と共通ベル、はい、バイオハザードを打つ時のね、ノリジェン的な2人のお約束、はい、ね、通常時は中押しをして単独を見抜きながらベルを数える、はい、で ART 中のハズレ、ゲーム数、あとはAT 中 ART 中の共通9枚ね、はい、この辺りを見ていきましょう、はい、はい、ということで実践の方スタートです。約束事を決めたらいよいよ実践スタートだ。まあ、こんな感じでね、2人で話をしてこう共通認識を持ちながら、この騎士はこのぐらいで打とうとか、この騎士はこのぐらいだったらちょっと期待できないかなみたいなので、ね、積み重ねていくことが乗り打ちでは大事だと思います。まあ、お互いね、相手のお金を投資する関係になるんで、相手がねこう認められないような台とかは打てないね。だからこう打ちさえ台があったら、これはこのぐらいだったらいけるんだっていうのをね、相手を説得するというか、ちゃんとね意思の疎通をするようにして勝負台決めていきたいですね。お、オロリさんいきなり熱いじゃない。レベッカー、ノーマルリプレイで当たりましたね。やったね、ビッグボーナス確定だ。はい、88ゲーム投資が3000円です。ノリ戦初のボーナスはポロリさん、さすがだな。さあ7揃いはなしですけど、ここから降格が最低50ゲームありますね。でもあっという間に50ゲーム終わっちゃった。さあ熱く頑張りたいタイミングではあるけど、ちょっとねホールの状況を見ておきましょうか。争点はやっぱりメールで来てただけあってね、埋まってますね。まあ、エヴァも定番だけあってさすがにいっぱいいっぱいですか。一通り見たホールの様子をララちゃんに教えてあげよう。今のホールの状態なんだけど、はい、うるせえ2なんかは空き台があるね。あ、本当ですか、うん、で、まあ争点鬼武者エヴァとかっていう、あのメールで名前が入った日誌はもう来る稼働。ただケロットとか海物語カイジにはまだ空き台があるし、ジャグラー系とあと30杯にも空き台があるから、まあ急いでやれば逃げ場はあるかなっていう感じなんで、はい、OK です、ありがとうございます。早めに見切れた方が。さあララちゃんもボーナス引かなきゃね。お、ここで特殊リプレイだ。やったね、ボーナス確定だ。わお、391ゲームでレギュラーいただきました。ララちゃんの初ボーナスはレギュラーか。ビッグが良かったよ。レギュラーの4ゲーム目、熱い。ララちゃん ART ゲットだ。おお、暑いね。あ、でもこれで ART 入るから外れで分かるかも。まあそうだね、これで設定カンパがしやすくなるね。注目の ART スタートは青で揃えよう。お願い、1ゲームチャンス以外よし。ART が連チャンするといいね。よしよし。そして一回ハズレも出現だ。もう一回出てくれたらな。結果は共通なし、ハズレ一回。うん、微妙。
まだまだ設定わかんないね。ポロリさんはどうだろう。お、ポロリさんも特殊リプレイ出現。そしてボーナス確定。特殊リプレイから当たりました。今度はレギュラーか。291ゲーム。ポロリさんも ART 当たるといいね。奈々ちゃん、さっきのチャンス目は？バイオ入りませんでした。じゃあ高額チャンス目は外しました。一発のみ。ララちゃん、持ちコインがなくなっちゃったね。もう数のない、今1万円ちょうど使い切ったところなんですけど、まあ、522万して今ベルが 8.25 ぐらいなんですよ。で、まあ、バイオ2もやって50分の1外れが、で共通なし、もうやめていい数値だと思うんですけど。やめていいんだ、もうララちゃん的には。ベルが悪かったら、まあ、やめてもいいぐらいなんです。今どれぐらいですか。今 8.15。 やめてもいいかも。それで隣が数同時からバイオに入って今2連目なんですよ。ああ、そうなんだ。で、外れはさっきは50分の2で。ああ、そうなんだ。まああるとしたら左が濃厚になってきちゃったんで。ああ、そう、了解です。さあ、じゃあ次をどうするか。はい、可能性がなくなったところでこの台を終了。なんかありました。うるせえ2がまだ空いてるんだよね。ゼロゲームって。ゼロゲームでまだ空いていた台はララちゃんが打つことに決定。もう1台どうするか。まだ攻めていい時間だと思うんですよね。うん、そしたらカイジかな。どうぞ。じゃあカイジとうるせえ2で行ってみましょうか。はい、で私も1万円使ったので、また1万円。了解です、了解です。はい、ちょうど1万円報告で。じゃあ、はい、はい、それではね、2台目カイジ僕を打たせていただきます。50番台、31ゲームしか回されてないんでね、ほとんど朝一台と変わらない感覚ですね。まあ逆をして通常時の1枚役、見抜きながらベルのカウントですかね、通常時。あとは同色ビッグ中の、スイカですか、こっちの方の出現率を見ていきたいと思います。じゃあ打っていこうと思います。まあ、うるせえやつらは通常時のベルトを架空として、あとはボーナス確率で、ラムビッグが引けたらラムビッグ中の子役確率を数えて、まあ、総合的に見ていきたいと思います。2台目は2人とも別々の台で実戦だ。あ、太い。早速ララちゃんの台にベルリプレイ出現。そこからガールハントタイムに突入。赤7がいただきました。131ゲームで赤7ピックです。ナナちゃん、まずまずの出だしじゃない。続いてのボーナスは、すいません、78ゲームでミドルボーナス。そして、ちょっと待ってちょっと、今ラムまで滑った。あ、ラムビッグだ。170ゲームでいよいよラムビッグをゲットだ。いただきました、ラムビッグ。170ゲームで、6だったらラムビッグ中の滑りベールが 5.96 とかで、まあ、1だと 8.19 なんでかなり設定差あるんですけど、私2回だけで、チェリースイカはしょうがないとして滑りベールが悪いんですけど、まだ1回しかラムビッグやってないんで、もうちょっとやります。まあ全然、まあ、しょうがないみたいな。
526ゲームなのかって余裕で7分の1切ってます。まだ高設定の期待が持てるね。開始を打っているクロリさんはどうだろう。いつもの。さあ、一万役の取りこぼし目です。で、スイカが出ると。で、これがパンクリップなんでチャンスゾーン落ちたっぽいですね、今ね。あれ、また一万役取りこぼし目。でもまたスイカ、もう訳がわからん。これがボーナスによるものなのか、それともボーナスの方でした。59ゲーム投資1000円でボーナスゲットだ。次も早く当てたいね。お、結構熱い。うまい。残り3番。さあ、青絡みのボーナス。できれば青同色がいい。来た。さあ、これね、あれですね、設定判別ができます。29ゲーム青同色。やったね、ポロリさん。同色ピック中のスイカは何回出るかな。おお、早速出た。で、設定6だと10分の1、設定1だと15分の1なんで、まあ1ピック3回だとね、設定6の数字、1ピック2回だと設定1の数字っていう感じです。結果は？さあ、今のビッグで、30ゲーム、スイカが2回。まあ良くも悪くもですね、まだ1回目なんで何とも言えないっていうところです。でもこの後ポロリさんハマっちゃった。200ゲームも過ぎて300ゲームも突破しちゃったんだ。そしてとうとう、さあ、玉を飲まれたところで今ボーナス確率的に言うと396分の2、まあ198分の1ですね。で、どうでしょう、とりあえずやめましょうか。他の騎士の動きを見てると当たりがありそうなんでね、両方ちょっと触ってみたいなという印象です。3体目に移ったポロリさん、この台は投資3000円でボーナスゲット。来た、赤同色。はい、198ゲームスイカ出現率はどうだったの。はい、じゃあ今のビッグが2回ですね。まだ高設定の可能性があるね、ポロリさん。でもこの台でもコインが全て飲まれちゃったんだ。334ゲームやめでしょうね。ホールの状況を見ながらララちゃんの様子を見に行こうか。ベルがいいねやってるんですけど、まあ結構少数台数にも当たりがあるっぽい雰囲気で、これが海の右肩なんだけど、まあいかにも、うん、当たりっぽいし、だからなんか角台に多く入ってるのかなとかって思って見てたんだけど、なんか他に打てそうな角台ってないんですね。いや、それがね、ないんだよね。唯一うるせえ2打っていいんじゃないですか。6っぽい台まだ全然ないんですよ。じゃあちょっとうるせえの右肩に入ってみようか。はい、話し合った結果、一緒の騎士を打つことに決定。さあ、そんなわけでね、4台目ですか、うるせえ2打つことになりました。ちょっとね、この騎士見えてないんですよね、当たりが。
あ、どうだ。この音は当たってます。青七ガラミ、256ゲーム。ここまでのコロシさんの総投資はまだ9000円だね。次のボーナスは持ちコインギリギリでミドルボーナスか。はい、130ゲームレギュラー。そして次も持ちコインギリギリ、コインは全く増えないよ。はい、76ゲームレギュラー。154ゲームですね。ララちゃんの台も中途半端みたいですけど、自分のも相当中途半端ですね。もっと早くこう当たってくれそうなもんなのに。あれでポロリさんが爆発的に出てくれればやめられるんだけど。二人とも同じこと考えてる。この後のララちゃんの台は、やっぱり持ちコインギリギリでボーナス。そしてお当たりました、14ゲームでこれでまた確率が良くなりました。164ゲーム、いつも飲まれそうになると当たる。あんまり状況が良くならないね。ちょっと店内を回りたいと思います。とも通常時のベルが 7.7 ぐらいまで落ちてきちゃって、このボーナス確率だとあんまりもう追う必要がないかも。いい台見つかるかな。でもお客さんいっぱいで空き台も少ないね。私の台現状維持、多分まあ中間設定とかなのかな。今日本当お客さん多いんで、次打てる台があるかどうかなんですよね。今の時間は午後1時。わらちゃんどうするの。ハードボイルドだけ見つかってない感じ。結構きつい勝負になりそうな気がする。まあ私の代もうベルが悪くなってきたのでやめようと思います。ん、コロリさんの隣が空いているね。一瞬ちょっと移動を試みます。やめようと思ったところでちょっと隣の代が空いたのでちょっとだけ打ってみようと思います。他今見てきたところで打てる台がちょうどなかったので、光線も悪いか、まあ、でも化けだけはめっちゃついてて、あるとしたらこの台か、めっちゃビッグで持ってってる台かしかないんで、ちょっとだけこれこの台打ってみたいと思います。ララちゃんはポロリさんの隣に移動。そしてポロリさんの様子は、今ちょうど100回なんですけど、230から打ち始めているから771、ちょっときついですね。1の数字ですね。いやー厳しいかなこの台は。ポロリさんの隣に座ったララちゃん、ボーナスのチャンス到来。なんと3レンチリーダー。3レン
え、今サンレチェリーそうですよね、うん、入ってます。サンレチェリーって確定なんですか？確定です。初めて今引いた。あの体格チェリーは 30% ぐらいだけど3連は確定です。へえ、やりました。っていうかこの際バケ多すぎ。あまりコインが増えないね。でも頑張るんだ、ララちゃん。一方、コロリさんは？さあ、体格チェリー。うわー、これ当たったでしょう。次回予告発生で期待度アップだ。ダッチャ。ないっちゃ。ラブ選手の得点は？イエイ。ボーナス確定。もう大ゴール。イエイ。230ゲーム。ここで前半の実戦時間が終了。これで、前半戦を終了したいと思います。はい、ということでね、前半戦一区切りといったところなんですけど、はい、どうですかね、この初番組の印象は。結構普段の自分の立ち回りに近くやらせてもらえるので、はい、そうですね、うん、朝のバイオはね、あの洗濯は良かったけどちょっと爪が甘かったかな。洗濯は多分このお店で一番のいい洗濯をしたと思います。そうね、2人であの時間で、はい、内容ではね、はい、なんだけど、まあどうだろうね、その後のうるせえやつら。ただ周りの状況から考えたら、まあ打つっていうかね、あの1台は当たりがあるだろうっていう予想がね、はい、成り立つんで、ちょっとまだ見えてない段階なんでね、うん、もう一頑張りしていかないと結果が出ないのかなというところで、そうですね、うん、で、あれかな、最後はどうですか、もしそこがダメだったら。ダメだったら攻めるか、うん、もう確定しているような空き台を待って打つかの二択になると思うんですよね、うん、はい、例えばハードボイルドとかは、はい、まあ、まだ6が見つかってない状況で、あの島を見てると、まあ、各機種にこう構成って入ってるんじゃないかなって思うんで、まだ攻めてもいいんだろうけど、まあ、怖いという感じです。なるほど、この辺が面白くて、まあ、乗り戦乗り打ちの番組なんですけど、はい、僕とかはどっちかっていうとジャグラーとかのその熱いっていうか、はい、もう分かってる状態のところを打つ方がもうこのぐらいの時間から今だいたい2時3時ですけど、そうですね、いいのかなというところで思ってるんだけど、うん、まあララちゃんはもう一攻めしたいなっていうところで、そうですね、うん、でもそれは別にお互いの意見だからよくて、はい、そのすり合わせをしながら、そうです、これ打ちたいんですけどって、いやでもこっちの方がとかっていう、はい、ね、感じで、あの番組の中でどんどん乗り打ちっていうものを極めていければいいかなと思いますので、そうですね、うん、はい、皆さんもこのまま応援してください、はい、ということでまずはね、あのうるせえやつらがどうなるか、この後ね、はい、後半戦の方でも頑張っていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。それではさよなら。さよなら。